明治さん、昭和さんにご当地の食べ物をお供えしてみよう、はい、というわけでね、はい、ちょっと前ですけど、まあ、12月に、うん、明治さん、昭和さん、どこから来たんですかという、はい、結構検証したじゃないですか。うん、そしたら、教えてくれたのが、お前覚えてる？いや、もちろん、もう宮城と群馬ですよ。明治さんが？明治さんが、明治さんが、明治さんが、明治さんが宮城ああで昭和さんが群馬ですね。今のところまあカットすんだよ。一瞬ちょっとパッと一瞬、うんはい、そう明治さんが宮城、はい、昭和さん群馬なんで僕たちこれちょっともう奮発して、うん、まず、群馬から行った、はい、群馬はこちらですね。焼きまんじゅう。いやもう群馬名物ですよこれは。まあ、お前な、ちょっと前の動画で、群馬の名物なんだっけって言ったら、あれやって言って、そのまま間が空いて終わったけどね。いや、でもそこから調べましてね、うん、ちゃんと買ってきました。これ、焼きまんじゅうなんです、これ、はいうん。これをちょっとまあ、この後ちゃんとね、焼いて、はい、やるんですけど、やっていきます、うんはい。これがまず群馬の、昭和さん。まあ、二人にお勧めしますけどね。はいはいはい。で、次、宮城。ちょっとね、やっぱ宮城といえば、本当は牛タンをね、うん、お勧めしたかったんですけど、見た結果、僕らの手が届くものじゃなかったんで。まあ、牛タンそのものはね。ちょっと申し訳ないですけど、牛タンカレーに。まあ、でも牛タンじゃないですか。うん、仙台発祥の、牛タンやから。結構うん、最近、ずんだ餅とか、うん、結構コメントでアドバイスもらえるんですよ。このご当地のもこれがいいですよっていうの、うん、結構アドバイスもらったんですけど、申し訳ない。はい、これお取り寄せだったんで、はい、予約しちゃってたんで、どっちも。そうだよね。ちょっとすいません、間に合わずにこっちを。まあでも一応もうご当地のものということで、うん、はい。そう、まあこれ牛タンカレーでこっちが甘いものだから、うん、ちょっとこっちはだからご飯系というか、はいはい、そういうにしようかなということで、はい、今回この2つをお供えしてみようかなと。そうだよね。うん。でちょっと感想を聞こうということで。いや喜んでほしいけどね。うん。うん、まあ普通にでも感想、はい、よろしければ感想を教えてください。うん、いやー喜んでほしいねでも。まあ普通にまあありがとう。はい。まあ美味しいね。うんでまあ、もしかしたら、まあ、まずいかもしれないし、懐かしいかもしれない。ああ、まあね。まあ、こんなもんかなと思ったら、うん、まあ、山中、いや、これ入れとけやってことで、一応、見た目が悪いっていう。何回入れさせないもんね、これ。なんかこれ毎回入れる。毎回入ってるやろ、これ。毎回これ入れろやっていう。まあ、いやいや、まあでも、ちゃんとは作りますよ、これ。うん、これ作って、うん、あとはもう、その他答えたくない、いつも通り。はい。ちょっとこれ、だから今から料理して、うん、で、お供えしますので。はい。うん、じゃあ、ちょっとセッティングいきましょう。はい。さあ、セッティングは完了しましたね。うん、しましたね。すごいことになってますね、これ。ちょっといろいろ説明しなきゃいけない状態に。ちゃんと説明して、これどういうことよ。うん、まず、はい、押し入れの下の方をちょっと見てほしいんですけど、お絵かきセット。うんうん、これは、ちょっと前に、質問した時に、明治さんの趣味がお絵かきだったので、はい、お絵かきセットをちょっと買ってきて、うん、今、そこに、もう、吊るしてあるっていうか、前、これで書けるんじゃないかなっていう状態にしておいて同時検証してるということで。またそこも楽しんでもらうと。うん。で、はい、このさらに手前の方に一個だけ風船ちょっと脇にあるの分かりますかね。はいはいはい。これは、明治さんの趣味が、お絵描きだった時に、昭和さんは映画ドラマが趣味だということだったんで、うん、僕らこの動画では出てないですけど、多分もう、その数日前に出してると思うんですけど、はい、DVD、ポータブルプレイヤー、うんうん買いますね。そうそう。あれを買って、はい、で、DVD、一度見てもらったんですけど、はい、昭和さんとかにもね。うん。うん、ちょっとまた映画見たかったら教えてくださいって一個風船置いてるわけです。そういう。だからダブル、なるほどね、ダブルどころでもトリプルかな。うん。で、さらに、料理をして今、お供えしてある状態もわけが。わけわからんで、これは。だから、このご当地のものを取り寄せたしょ、うん、で、DVD ポータブルプレイヤーがあったしょ、うん、で、まあ、まだ多分動画アップ多分してないかなけど、他にもお供え買って、うん、今僕たちのお財布の HP がゼロです。信じるやんけ、それ。お供えに金、年末年始お供えに金かけすぎて、ね、とうとう HP がゼロになりましたね。これ取り寄せたからさ、現地から。そうそう。うん、その送料とかも、うん、結構高かったから、ね。結構そうそう。で、まだ出してないお供えも、動画に、うん、あるんで、ちょっとすごいことになってますね。ちょっと料理一応紹介。見せる？一回カメラの前に。まず、焼きまんじゅうです。群馬の焼きまんじゅう。そして、牛タンカレー。牛タンカレーですね。これを料理しましょう。おぉ、うん。うまそう匂いが。これね、ごっついんですよ、牛タンカレー。確かに。匂いがすげえ。しかもこれどっちも作りたてやから。あ、そうなの、あったかい状態で。今作ったばっかりだ。この部屋がだってもう今までにない匂いにな。
めちゃめちゃ本当に香ばしい、ね、これはすごいな、はい、さあ喜んでもらえるのか。いやこれもう喜ぶものしかないでしょ。確かに趣味もあれや、すべて詰め込んだからな。自分のし、ね、ご当地のな、ご当地のものもあれや。お三重県って、お前三重県じゃん、地元、はい、三重県のご当地って何なの。一応有名なのはあの赤福やね。ああ、あの一時期なんかニュースよく見た俺。それで思い出すね。あのなんかいろいろ騒がしいやつ。いろいろ入ってたらしいな。あれ皆さん検索しないでください、ね。あの工場の近くにお前が住んでたんだっけ。違うわ。あ、違うの。映画ですよ。あ、そうな。まあこんな感じで。俺あの伊賀出身やから、うん、忍者のとこなのよ。出身は。あ、だからお前のお兄ちゃん忍者なんだ。いや違う、ニートや。あ、ニートか。あ、そっか。忍者中卒で15年間ニートなだけか。ずっと隠れすぎやろ、だって。そうだな。雲隠れの術しすぎやろ。すごいことだな。うん、まあ、というわけで。これじゃあれやんね。うん、お一人ずつに、そうそう。ちゃんと、牛タンカレーと。お尻にあるのが、明治さんと。そうそう。そう、牛タンカレーと、焼きまんじゅうを、ちゃんと、お二人に、平等にってことよね、うん。そうですね。匂いがもうすごいことなんで。じゃあ、これを、じゃあ深夜、はい。撮影して。はい、一応選択肢上に行こうか。もう食べてる可能性あるからな。まあ割れる可能性あるから、ああ。上から美味しい、まずい、うん、懐かしい、見た目が悪い、うん、ありがとう、その他。これでこれ答えたくないですね。映ってないところにちょっと答えたくなるんですけど。で、これはさっき言った、まあ、映画を見たいときは割ってくださいっていう。うん、そうです、はい。さあ、じゃあ、もう食べてる可能性もありますけど、はい、これで感想を聞いてみましょう。はい、ゆっくりさせましょう、うん。じゃあ僕らはちょっと出かけていきたいと思います。はい。どうなるか分からなきゃ分かんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近は見つかないって言われてしまいですよ。もう人生の集大成です。俺はお前みたいな人生を送れないともうハゲてもいい。何よ俺、俺だってもうハゲてきてる。俺今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃん。